はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15チャプター15おまけパート、遺構に眠る脅威、続きやっていきます。ここだけやたら長引いてるけど、終わりの見えないダンジョン、もうちょっと頑張っていこう。さあ、せっかくね、セルナキャビア高額商品買ったんだけど、今のところこの絶好調ってのは全く当てにならないから、今回もラザーニアルフォルノで頑張ってもらおう。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。よし、だいぶ潜ってるけどどうだ。ウッドウッド2体。待てよ、ウッドって何が効いたっけ。ノー、効かない。あ、攻撃だ、打撃。ああ、だけどウッドゥが出てきたのはラッキーだ。属性攻撃は無効だ。ただ序盤で体力をあんまり減らしたくはない。よし、ウィーク。ラディオ行け。痛い。これも無効だ。あり、痛い。さあ、まだいけるな。もう常にガード押しっぱで十分ガードできるな。よし、行こうよ。5万。ああ、経験値の桁がここに来るともう感覚狂っていくな。1階層目 OK、 2階層ゴブリン余裕だ。頑張りますか。なんかもうザコモンスター用にこの魔法を乱用してる気がする。神田木就任記念硬貨。またゴブリンか。魔法装備しとこう、新しい。どうもここには見えない壁か何かがあるようで。さあ、これ使うぞ。こいつはちょっと離れすぎていた。待て、すばしこい。痛い。無事に済んだ。ウッド、お、なんかここちょっと優しいのか。ウッド、ファイが効いたっけ。そうだ、ウッド、まず魔法効かねえんじゃねえ。あ、だけどこっちも効かない。それは痛い。パリファントムソードは温存だ。一旦ノクトは回復だ。で、グラディオ37,000。素晴らしい。あ、順調だ。おっと、パリができないけどまだ大丈夫だ。この攻撃もインパリとか。無効攻撃はもしかしてパリが効かないというかできない。
タロットカード3階層 OK。 普通に数えてるつもりだけど数字の数え方すら間違えそう。次これ4階層。あれゴブリンか。しかも2体。オッケーと広いぞ。怪しい。なんだあいつら。ファントムソード使うか。ファントムソード闘病長系か。リンク大体半分か。ウィークこいつらはね、長系なら回復も使ってくるはずだから、叩いて叩いて叩け。オッケー。グラディオ3万。ちょっと回復系魔法を装備し直そう。ない、作ろう。あのアルテマブレードのおかげでね、普通のモンスターと戦っててもエレメントがね溜まっていくのがありがたい。さてこいつもそんなに苦戦するような相手ではないな。よしウィーク。おいっけ。おお3万。よしグラディオの剣が有効っぽい。さあ次だ。ゴブリンか。あれここ意外と優しい。バイガだよ。なんだかんだで連続系魔法がね手元に余ってるから惜しまず使おう。なんだってこれが最後になるかもしれないから。あら広い。ナーガか。待ってあいつらどの魔法が効くのかわからない。試しに扱ってみよう。おサンダーはまあまあ効く。待て待て待て。あー出てきた。まず1体を重点的に。容赦はしない。ファントムソード。リンク。いい感じだ。あ、プロンプトがカエルになった。危ない。一旦回復だ。行け。何言ってんだ。コーヒー飲みたい。よし。こういう広いエリアはね、これまで強いモンスター特に鉄巨人とかあのドラゴンみたいなやつに苦しめられたけど、なんかこの辺はそうでもないな。無茶をせよ。よし。お前もな。
途中イグニスダウンしちゃったけど、まだ大丈夫だ。もっと広い。ん？あれ、まさか。ボスだこれ、絶対ボスだ。戦闘前に何もできることはないから頑張ろう。来た、こいつがラスト。まずマキシマムマジック使ってみよう。あ、効かない。いや効いてる。みんながなるべく生きてるうちに。ファントムソードだ。ちょっとここまで来たら死ぬわけにはいかないから、魔法を攻めするか。回復する系は発動しないでくれよ。よし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 、今こそこれたっぷり使うべき。25個も結局余ってしまった。グラディオ、あれちょっと待って、グラディオいけるか。お、いいぞ。鉄巨人の方がまだ強かったんじゃね。あ、この攻撃やばい、全滅する。あ、みんなこっちにいた、セーフ。お、基本的に魔法は何でも効くな。全力でもこんだけきついとは。グラディオ頼む。これで半分ぐらいか。砕けちまいだ。もう一丁。ナイスグラディオ。これは逃げて。あ、そうだ、属性攻撃無効だ。あ、イグニスがちょっと危ないけど、ごめん近づけない。おい、イグニス。よし、ジャスティスモンスター頑張ってよかった。なんかあんまり連続攻撃出してこないな。間違った。グラディオ行け。はい、離れて。危ない。全力で倒しに行け。じゃあ、あと頼むぞ。了解だ。属性攻撃無効あればもうほぼ無敵だ。いや、よ。締めのモンスターはこんなに地味で大丈夫かな。本気だぜよ。あ、囲まれた。魔法、そしてグラディオ、もう一丁。よし、これで全制覇か。ああ、そのはずだ。よし、うまくいったな。制覇したぞ。なんか今怪しいアクセサリー手に入った。なんだ今の。ダークマター、力が驚くほどアップする、恒例のあれだ。よし、制覇したぞ。レベル99。難易度的にはここ一番きつかったな。精神的にきつかったのはやっぱりシチリフの森だけど。それじゃあちょっと待って、これ報告に行けばいいのかな。待って、ルシスに眠る脅威、まだなんかいる、もしかして。やっと地上か。全部制覇し、ああ、イザーニアに報告する。いやー、外来たな、久々に。
イザニアに報告するか。結局マキシマムマジック21個残っちゃったな。ほんとシチリフの森のことがあるからさ、まだ何十時間と最後だから続くんじゃないのって思ったりしたし、いやでも無事にクリアできてよかった。報告に行きますか。ここボロボロだな。贅沢言うな。武器が買えるだけでもありがたいじゃねえか。報告。おかえりなさい。すべて倒したそうね。ハンターたちから聞いてるわ。陛下との約束をあなたが果たしてくれたことになるのね。え？30年前に陛下がここを訪れて、その時約束してくださったのよ。あいつらの退場か。ええ、戦争が終わったら必ず退治すると。戦争が、あんな形で王都が襲撃されてルシスは終わってしまうんだと思ったわ。だけどそう簡単に光は消えないものね。ありがとうノクティス王子。これからもルシスを守っていってね。クエストコンプリート。ん？勲章。ハンターの報告に来たの？え？勲章。え？勲章。ルシス王が教会の創設者に託したもの。え？トレジャーアイテムってことはさ、え？これ何？魔法に混ぜれるってこと？限界突破だ。しかも53個、強いやつか。よし。というわけで、もうね、特に何もすることが、これいつのか分かんないけど、やることがなくなってしまったようだ。というわけで、じゃあ長いこと続けさせてもらったけど、 FF15 のおまけパートは今回までで終了かな。さて、というわけで、もうやることは全て終えてしまったわけなので、今回もパート50になってるはずで、キリがいいはずなので、おまけパートは今回で終えよう。もしもね、これやってほしいとかあれやってほしいとかリクエストがあったら、またなんかやろうと思います。ただしあれだ、強くてニューゲームっていうのがあるんだけど、あれをやってくれっていうのは、まあちょっともうネタバレ分かっちゃってんで、ちょっとそれはパスで、まああともう少し、もうしばらく待てばサイドストーリー DLC も配信されるんで、配信されたらそれ遊んでいきたいと思います。それじゃあ FF15 おまけパートはここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。ルナ・フレーナ。息子に指輪を届けてくれてありがとう。知っての通り頼りない息子だが、最高の息子だ。
ありがとう。